今日も藤崎マーケットと申します。拍手。あら素晴らしい数ですよね。たくさんありがたいね。ありがとうございます。見てください、たくさん、はい、藤崎マーケット大好きってうちはね、たくさん出していただいて、ありがたいね。これ嬉しい。1枚も出てないのに。どうもこんにちは。ありがとうございます。いやもうね、気分でありがとうございます。あ、手振っていただいてありがとうございます。逆に何もせんといたろうかい。何で無視すんねん。言ってくれてはんねん。いや、嬉しいです。もうね、ほんと偉い時代になりますね。はい、どうよくそお越しいただきましてありがとうございます。もう空席以外は大いに満員で、えらいもんでね、ご時世ですよね。はじめまして、我々スマイルと言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。うおイエーイ。よろしくお願いいたします、ね。たくさん入っていただきましてありがとうございます。ね、もう超満員で、超満員でございますよ。はい。スマイルと言いましてね。そうなんです。関西中心に活動しております、ね。感染壊れてしもて。おいよ、このご時世でしょ。空気の入れ替えできんけど商売やりにくいやないの。ね、もうえらい出費やわ。他にもいろいろガタが来てんの。そうですか。うん、はい、乾杯。すいません、いただきます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 、すいません、いただきます。あー、今日はおるのぼりや、はい、もう気にせず食べて飲んでくれ。ありがとうございます。こうやって会社の上司に誘われるの初めて。おいおいおい、すごい緊張してる。どうもこんにちは。はい、こんにちは。あ、たくさん入っていただいてありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。こんな時期にこんだけ入っていただいた、本当ありがたいですよ。ねえ、2階まで入っていた。あ、2階、あ、ねえ、ソーシャルディスタンスですか。どうも、エンペラーです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、すごいね。嬉しいです、ありがとうございます。たくさん入ってね、ありがとうございます。嬉しいです。僕らエンペラーと申しまして、はいはい、どうも、アキラです。お願いします。ありがとうございますね。たくさん入っていただきまして、ちょっと早速なんですけどもね、今思うとね、小さい頃にやってた遊びってよくできてるなと思いますね。どうもよろしくお願いします。すごい、2階席までパンパン。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうね。やっぱ男子早いね。そうね。ありがとう。嬉しいですね。もうね、ちょっと季節の変わり目でしょ。はいはい。はじめまして、スーパーマラドーナと言います。お願いしますね。たくさんのお客さんでありがとうございますね。本当にね、まあ我々ね、スーパーマラドーナと言いましてね、はい、大阪で漫才してるんですけどね、はい、どうもこんにちは、トットです。お願いします。ありがとうございます。たくさんのお客様入っていただきまして、ありがとうございます ね、 嬉しいですね。本当にね、嬉しい。私は桑原と言いましてね、僕はタダと言いましてですね、トットというコンビなんですけどもね、はいはい、覚えていただきたいなと思います。どうも、はい、どうも、銀ちゃんです。お願いします。ありがとうございますね。楽しんで帰っていただきたいと思いますけどもね、最近ね、ちょっと思うんですけどね。何ですか、子供の頃にやった遊びって、ね、はいはい、なんだなわけわからんことで盛り上がった。よろしくお願いします。ね、お兄さん座ってね。ああ、ね、食べましょう。どうぞ。OK ですか。真ん中で、ね、座ってね。ゆっくりで。全然。お姉さんどうぞ、ゆっくり、全然ゆっくりでいいですよ。ありがとうございます。小玉さんでございます。響きと申します。ありがとう。本当に、ようこそお越しをいただきました。あ、わざわざ来てくれんでもよかったんや。
トップバッターで出てまいりました、ギャロップでございましてね。どうもどうも。すいません、こんな頭のやつ出てまいりました、本当に。僕のことはいいんですけど、皆さんびっくりされる方多いんですよ、お客様がね。すごいですよ、見てください、これ端から端までね。ずらっとおられまして。前も後ろもね、前も後ろも2階席までね。ね、もうたくさんの方々、もう今日からも8割ぐらいお客さん入れてということで、いっぱい入っていただいて、もう嬉しい。2回もぎっしりで、ありがとう。2回って打ってくれはんの。どうも、さやかです。お願いします。お越しでありがとうございます、はい。トップバッター芸歴9年目の若手でございまして、はい、石井と新山の男2人でさやかっていうコンビなんですけれども、はい、あーもう1階席はほぼ満席でございます。この1階席がびっしりはまってるじゃない、びっしり埋まってるというね、このごめんなさい、すいません、癖がありますから、すいません、ごめんなさいね。